この町がモンテドールなんですね。ああ、小さな宿から始まってたった18年でこんな大きな町になったんだ。すごいですね。だからこの町を奇跡の町と呼ぶ人もいる。石になったぞ。石化ってどういうことですか？あれが奇跡の紳士、何者なんですか？急ごう、レミ、ルーク。任せてください、教授。さあ、謎解きの時間だ。もっと謎が解きたいです。私は解明してみせるよ、この町に隠された秘密をね。よく来てくれたわ、エルシャール。イエット・デストリー、君に考古学の素晴らしさを伝えたいんだ。考古学には無限の可能性がある。そんな風にいつも一歩下がったところから見守ってくれる、それがあなたよね、エルシャール。いや、奪うためには手段が選ばん。わかるな、デスコール。さすがだな、レイトン。しっかりしろ、諦めるな、ランド。エルシャール、この世に解明できない謎なんてないんだ。ランド、悪いけど僕は考古学には興味がないんだ。